荒廃した近未来、世界は終焉を迎えようとしていた。幾度となく繰り返される過ちのせいで汚染された世界では、人類は生きていけず、生き残る術としてシェルターを作り、そのシェルターの中だけで生活をしていた。彼らにはそのシェルターの中こそが世界の全てであり、それ以外のことは何もわからなかった。朝飯それだけ足りんの？スズメの涙ほどしかないじゃん。いや、食欲なくてさ。なんかあったん？なんか変な夢見たんだよね。変な夢？それで寝起きが悪かったのね。だから寝癖すごいの。寝癖やばい。寝癖はまあいいとして、どんな夢見たの？それがあんま覚えてないんだよ。いや、覚えてないんかい。いや、まあ変な夢だったってことは覚えてるんだけど、内容までは。まあそういうこともあるわな。あ、でも俺も最近変な夢見るよ。内容覚えてないけど。いや、覚えてないなら言うなよ。いや、まあ共有事項として言っておこうかなみたいな。別に共有しなくていいから。冷た。まあまあまあ、夢見が悪い時なんてあるんじゃない？そうかな。俺は夢も見ずに朝までぐっすりだけど。コウキさんはデリケートすぎるんですよ。いや、言葉のチョイスよ。そんな時は紅茶を飲めばシャキッとするよ。コウキも飲む？あ、うん、ありがとう。夢だったのかな。面白いゲーム考えた。聞きたい？いや、率直に申し上げていいなら聞きたくはないかな。もっと人に興味を持って。いや、素直にめんどくさい。ねえ、オブラートって知ってる？コウキ、どうしたん？会話入ってきなよ。まあ、うん。どうしたん？まだ夢のこと引きずってんの？いや、なんか気になるというか引っかかるというか、マジでゾワッとするような内容だったはずなのに覚えてないっていうのが、かえって気持ち悪いというか。何それ、気になるわ。いや、俺のはずなのに俺じゃないというか、俯瞰で物事見てるみたいな感じの夢なんだよね。物事が進行してるのに他人事のように感じるというか、なんかこう第三者視点というか、なんかうまく言えないんだけど、語彙が足りん。わかるような、わからないような。俺わかるかも。わかんのかよ。こんな風にみんなと集まってて喋ってる風景が見えてさ、何話してんのかなって輪の中に近づいていくと、輪の中に俺がいんの。あれ、俺じゃんって気づいて、まあ、その時目が覚めちゃうからさ、それだけの夢なんだけどね。あれを第三者視点っていうのか。そう、俺もそんな感じだったような気がする。俺のことを俺が見てんの。でもね、それもう一人の俺がいるって感じのやつ。何それ、なんか怖いわ。でもそれで言うと俺も変な感じなのはあるわ。お前もあんのかよ。いや、まあ俺のは夢っていうか既視感の方が近いかもしれないけど、あれ、これ一回見たことあんなみたいな。なんだよ、みんなして。疲れてんじゃないの？いや、この生活で疲れる要素ある？寝たい時に寝て、起きたい時に起きて、食べたい時に食べる、贅沢極まりない生活。こんな夢のような生活していて疲れるなんて言ったらバチが当たるわ。いや、そうだけど、ならなんでみんなしてそんなわけわかんない夢見んだよ。てか、なんで俺だけ見ないの？仲間外れ？ひどくない？いや、意図したわけではないから。俺だって同じ夢見たいし、今日は同じ夢見ようね。気持ち悪。てか、夢の話とはまた違うんだけど、最近思ったこと言ってもいい？話の変え方が尋常じゃないな。いいけど。いや、夢の話と似ているというか、最近急に気づいたことなんだけどさ。なんだよ。俺たちってシェルターで生活してるんだよね。え、何を今さら。そうじゃん。それってさ、
外の世界で生きられなくなったから人間たちはシェルターに移り住んで暮らしてるって話だよね。現に俺たちもシェルターで暮らしてるだろ。いや、それはわかるんだけど、じゃあその話だとシェルター移り住む前は外の世界にいたってことにならん？っていうかそうだったろ。外に住めなくなったから国の要請でこのシェルターに移って俺たちは出会ったんじゃないか。それってマジで俺たちの記憶？は？いやだっておかしくない？じゃあ俺たちの両親はどこにいんの？てか俺たち以外の人間はどうしてんの？シェルターは複数あって各シェルターに人が住んでるって話だったろ。だから俺たちの両親もどっかのシェルターで。だったら他のシェルターに住んでる人間たちと合流できてもよくない？俺たち以外の人間に会ったことないじゃん。それはそうだけど必要に応じて会えるんじゃないか。どうやって？そもそもこのシェルターから外に出られんの？いや待て、出るってなんだよ。それこそシェルターから出たら外の世界に出るんじゃないか。適合できなくて死ぬぞ。それもおかしな話じゃない？どうしたんだよコウキ、今日なんかお前変だぞ。いや変じゃないって。ていうか今までみんながおかしかったんだよ。俺は正常だと思う。正常じゃないやつほどそういうこと言うけどな。いやだけどコウキの言うことも一理あるんじゃないか。いやそうでしょ。だっておかしいと思わない？俺たちこのシェルターで何してる？食べて寝て起きて遊んで、このルーティンだよ。変じゃん。まあ確かに少し不真面目が過ぎるな。これからは勉学の時間も視野に入れて。俺たちが食べている食事は誰が用意してんの？ああ。寝るところも娯楽室のゲームも洗濯だって気づいたらできてる。食料もいつの間にか置いてある。なんで今までそのこと誰も気づかなかったのさ。このシェルターには俺たち以外の人間が存在する。